毎週金曜日はウェザーニューズの気象予報士に聞くお天気箱です。今日も話を聞くのは気象予報士の甲斐貴博さんです。甲斐さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。では早速今日のテーマからお願いします。はい、今日は季節外れの暖かさがいつまで続くかですね。はい、まあ、朝晩を中心にですね、ひんやりする日も増えてはきましたけども、うん、やはり日中はですね、まだ過ごしやすい陽気となる日が多くなってますよね。確かに。はい、そこで先週からのですね、最高気温の推移を見ていきたいと思うんですが、まず先週の月曜日の4日の日はですね、最高気温25度もあって夏日ということになったんですね。暑かったですもん。はい、その後ですね、平年を少し下回る日もあったんですけども、その後また右肩上がりになりまして、まあ、今週に入ってからは平年よりも4度ほど高い気温の日が多くなったんですね。はい、そして今日もまあ最高気温 21.7 度ということで、まあ、気温が高い傾向にあるということになっています。これが平年ということを考えると、ほぼほぼもう平年よりずっと高い状態が続いているということですよね。はい、そういうことになりますね。はい、その季節外れの暖かさがいつまで続くかですね。この先の予想最高気温を見ていきますと、はい、明日明後日また気温が上がります。特に明日また25度の夏日の予想になっているんですね。はい、まあ、その後も平年並みかやや高いということで、まだ暑さは続きそうなんですけども、暖かさは続きそうなんですけども、まあ、季節外れの暖かさで言えば今週末までというのが言えると思いますね。ここが下がっているように見えますけど、はい、ここでやっと平年並みっていうことですね。はい、そういうことになりますね。そう考えたらね、やっぱりすごいですね。感覚がおかしくなる。ただこのガクッと下がるので、まあ、体調管理には注意が必要というのは言えますね。はい、でさらにその先の気温がどうなるのか見ていきますと、はい、まあ、最新の1ヶ月予報では、まあ、この先も九州北部地方平均気温は平年よりも高いという予想になっているんですね。まあ、来週のように今一時的に冷たい空気流れ込む日もあるんですけども、まあ、期間を通してみるとまだやはり暖かい空気に覆われやすい状態がまだ続きそうなんですね。また降水量、それから日照時間は平年並みということになりまして、まあ、初冬の寒さは割と控えめになりそうなんですね。この時期ですけど、はい、まだ暖かい日が続くというわけですね。そういうことになりそうです。そして週末はイベントも盛りだくさんですけど、はい、教えてもらえますか。はい、天気を。明日土曜日は気圧の谷の影響で雲が多くなりそうです。朝まではところによってはにわか雨の可能性がありますけども、天気の崩れは小さいと見ています。日中はですね、少し日差しが出る可能性もありますので、まあ、お出かけに影響はないかなと見ています。最高気温は25度の夏日ということで、まあ、服装でうまく調節が必要になってきそうですね。あさって日曜日もすっきりしない空模様となりまして、夜にかけてはだんだんと北風が強まってきそうです。では週間予報を見ていきましょう。はい、月曜日天気回復して日差し戻るんですけども、最高気温は17度、また北風も強まって、まあ、体感はかなり肌寒く感じられますので、カーディガンなど準備をしておいてください。まあ、気温は平年並みか高いというのがまだ続くという傾向になりそうです。もう一つ気になるのは台風なんですが、はい、現在台風24号それから25号が発生している状況なんですけども、はい、25号はですね、このあと台湾へと向かいまして、あさってには熱帯低気圧に変わると見ています。また24号もですね、このあとフィリピンを通過していきまして、南シナ海で熱帯低気圧に変わる予想となっていまして、まあ、日本それから九州に影響はないというふうに見ています。はい、わかりました。ここまでお天気箱甲斐さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。